おはようございます速可塾の今日は速可塾ニュースですね速可塾ニュースをお届けするのは例のあのブックメーカーですか昨日バイナリーオプションとブックメーカーのことを挙げたらああなるほどそういうお考えだったんですねみたいなね、えー、コメントですとか私もやろうかどうかもやってたんですけどももうちょっと教えてくださいっていうねこういうメッセージをいただきまして今日は改めてですね、まあ、バイナリーオプションもいいんですけどブックメーカーのことをちょっとねお伝えしようかと思います。 ブックメーカーっていうのは何かっていうとまあギャンブルサイトなんですよねえー、例えば有名なのはサッカーですサッカーっていうのは2チームしかありませんのでどっちのチームが勝つでしょうってことをかけるんですよね例えばその時に倍率が変わるんですよこっちの強いチームにかけると99%こっちが勝ちますよとでも勝った時のキャッシュバック率が0.01倍ですよっていうことでこっちに100円かけると まあ、ほぼ99%勝つんですけども101円になって帰ってくるんですよねでこっちの1%しか勝たないところに賭けると、まあ、倍率が大きいということなんでどっちにかけますかって話なんですよ多くの方はこっちの99%勝つ方に例えば1万円かけて1%バックの100円を狙うってことを続ければまあ大体勝つんじゃないのっていうふうに感じるんですよねただしこれ負けると全額没収なんですよどういうことかと言いますと こちらの99%勝つ方に1万円を100回かけると1回は必ず負けるということなんですよ確率上そうすると全部没収されてしまいます1万円がそれまでえ100円かけてたのを何回勝ってても1回1万円負けて全部なくなるとプラスにはならないっていう理屈なんですよねではどのようにやっていくのか99%勝つ方にじゃあいつね 負けるのかを予測してこっちの1%にかけるんですかって話になっちゃいますけどもこれは別にキャッシュアウトっていうルールがあるんですよそれはこちらの99%勝つ方にかけてたんだけども試合が進んでいくとなんかこっちの99%勝つ方が負けそうだなと思ったらキャッシュアウトってかけたお金を途中試合途中で取り出すことができるんですよそうすると負けないじゃないですかただし全額取り戻せるんではなくて例えばね 70%だけ7000円だけ取り戻せますよとか今ドローダウン試合を降りると9割はバックできますよとかね50%ですよって割合があのこの試合の進捗によって変わってくるんですよね、まあ、だからそこがテクニックになるわけなんですけどもさあここでですね私があ感じるのは例えばそんな、ね、バイナリーオークションじゃないとブックメーカーを教える人みたいなのがいるわけですよ 私はブックメーカーのやり方が分かるんで教えますよって勝たせますよみたいな人がいるとして勝ち方を教えてくれるんですけどもじゃあそのですね先生がどの試合にかけるかっていうのを教えてくれないところが多いんですよ教えてくれるじゃないですかねそんないちいちかけ方の勉強をちょこ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 3ヶ月するよりもその先生がですねはいこれからかけますよとえこ,のこの試合にいくらかけますよってのをリアルタイムで見せていただいてでそれに基づいて 見てる人は追随して買うのか、それとも、うん、その先生が信用できないから逆を張っていくのかっていうことを決めれるようにした方がいいと思うんですよ。まあ、あの、私が今 FX でやってるやつですよね。朝リアルタイムトレードをして、それを放送して、その通りにかけている人は勝ててるんですよね。<laughs> まあそういうふうに、あの、なんですかね、ブックメーカーもしていけばいいんじゃないかなと。まあ、もしくはですね、もう機械的にルール通りにかけるような、 シグナルでですすよよねなんんかこう教えてくれるんですよスマホがピュッて光って「おな何だ何の連絡かな?」と思ったら「バイネーオプションこの試合のここにいくらかけなさい」って出てその機械の言う通りにかけるとそうするとそのシグナルを見てる人は、えー、先生をはじめねみんな同じ結果が出るとその結果に基づいてプラスになってるようだったらそのシグナルを購入するとかね もしプラスになってないと思ったらそのシグナルを購入せずになんだこんなものをって言ってからねもう詐欺レビュー書くとかね <laughs> そういう風にしたらどうかなと思うんですよねまあそういうのがあればの話ですけどもまああるのかもしれないんですけどもこういう風な感じでね本当に勝てますよ勝てますよ勝てますよって言ってる人に限って勝ててないんではないかなと思うんですようんで勝ってるんだったらいちいち人に教えて手こずるよりも まあ、自分でね掛け金を一桁上げればいい話なんですごく簡単ですよねで本当にう、えー、ろ偽りなくかけてるんだったらまあねこの前からやってる関さんみたいにあの今兵庫に移りましたので関さんみたいに予告売買っつってこの金額でいくら買いますよってあらかじめセットしといて予告しといて結果もちゃんとこうなりましたよねっていうのやっていくとどうかなと思うんですよ タイムマシンにでも乗らない限りこの予告売買ってのはできないと思うんですけども、うんまあ、そこまでやればね、うん、確かになると思うんですけどもどうもですねブックメーカー投資をやっている人というかスクールとかね勝ちました勝ちましたは言うんですけどもえ今日は何千円勝ちました何万円勝ちましたって言うんですけども、うん、なんかそのかける前のとかねあのリアルタイム放送とかないんですよ、うん、だからね どうなってんの本当にやってんのかなとか、ね、思っちゃいますしまあ本当にやってないっていうところが私もねこの1年半ぐらい見てきて多くの方 <laughs> 残念ながら「ブックメーカー投資ラインですよ」とか言ってね何ですかフェイスブックで友達申請が来て「入りましょう」っていきなりその瞬間に来るんで試しに入ってみるわけですよで全国でも多くの方が参加してますって言うから入ってみたらなんか300人ぐらいしかいないとかね <laughs> 300人、まあ300人もすごい大変ですけどもね、うん、300人でもすごいと思いますけども、じゃあ結局、それがどうなってるかって言ったら、3ヶ月くらいしたら、もう解散して潰れてると。なんで順調に稼いでるんだったら潰れるんやって話ですよね。で、今日のね、動画のおまとめでお伝えしたいんですけども、そのブックメーカー投資の中で一番、ブックメーカーの中で一番ね、有名なのが、ベッド365っていうところなんですけども、ここがね、800億円ぐらい利益出してるんですよ。 800億円利益が出てるってことは、それだけ負けてる人がいるってことですから、基本的に参加するプレイヤーの方は儲からないってことがすぐわかるんですよね。うん、そうなってくると、いかに上手にブックメーカーの倍率ができてるかとかね、過去の統計がしっかり入ってるかとか、戦術がそこに入ってるかとか、キャッシュアウトする人間の心理とか、キャッシュアウト率の設定とかが上手くなってるんではないかなってことがわかります。もし勝つとしたら、その、 かつ、ベッド36 5の勝つスキームをですね、きちんと解析して、それに打ち勝つような仕組みを作れた人が勝つんではないかなと思うんですよ。もちろんこれ、個人の力では不可能ですし、頭脳だけでは不可能ですよね。やっぱ記録を追うだけでも何年もかかってしまいますんで、過去の記録が追えないところを考えるとですね、そんなに甘いもんではないかなという,う思ってるわけなんですよね。まあまあ、でもね、ここで一つ思うんですけども、私が、 そうは言ってもそこまで吟味してそこまで厳選してまああのー、開催したその速歌塾レジェンドっていうね去年の秋のプログラムっていうのは今でもね続いてるんですよ3ヶ月以上余裕で立ってますけどもう,んうまくいってるんですよね、えー、まあ私がねガン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 やってるわけではないんでそういうふうな結果が上がってくるっていうだけなんですけどもちょっとねこれ、えー、私の。 まあ、唯一の速下塾のダブル講師だった、その上田さんにね、また来てもらって、どういうことなのか、ちょっと話を聞いてみようかなと思うんですけども、上田さん来てくれるかな <laughs> まあ、これで来なかったら、ちょっと詐欺か、みたいなね <laughs>、ことですけども、どうですかね ?2、3日以内にちょっと、こう、来れますかっていきなりね、呼んでみようかと思いますけども <laughs>、その時にまた詳しいお話を聞けたら、こちらの放送の方でね、お届けしようかと思います。まあ、それでは、今日の放送は以上です。では、失礼します。